いますよいしょ NRTV191 です <laughs> なんか作ったトークが抜けたかポ <laughs> ケットしてましたはい、はい、ラフスケッチと長田メタルですはいえ、いは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 いィーチトークといは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 いそいは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 はい 前分けで喋りすぎると切り替えが逆に難しかったりするので、さっきまでやってたしみたいな感じになりますけどね。はい、というわけで、どれからいきましょうかね、もういきなり、ありがとうございました。前回もまたね、最後のほう、記憶がないんですぱりごめんなさい、何やったんだろう。多分ね なんとなくぼんやり覚えてるのはあの、結構楽天祭が遅めに来たじゃん。うんうん、で、そこから楽天祭がマイクやってたから、うん、ちょっとなんか安心して、多分ぶっ取れたんだと思う。<laughs> その頃までにはもうだいぶ飲んでたから。<laughs> まあ、今回はね、沖縄界だったので、泡盛 <laughs>、はい、が、はい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 。よねいい。泡盛が、オリオンビールもね、うん、あの箱で来てたから、オリオンビールが24巻。はい、で、俺が無駄にブ節を持ち込んだっていう、ね。歯節持ってきてましたね。<laughs> 持ち込みましたね。 なんか大体自分で持ち込んだ酒で失敗しますよね <laughs>。いや、やっぱねあの、ちょっと、あの、巨人乗なっちゃうんでね、やっぱ、パーティーなんさ、<laughs> まあまあ、なんか、そんながっつり飲むことが、もう最近なくなっちゃったからさ、ちょっとでも、ね、オンライン、最近、形になってきたので、うん、あのまだ、はいはい、あのー、アーカイブが、もう1週間、来週ぐらいまでかな、うんうん、あると思うのでれでも、ね、ツイッチで見れるんだよね、そうです。もう丸まんま本編がね、えー、ちょっとミュートになってる箇所もありますけど、あ<ー>まあまあ、はい、いろいろな問題でね。 全全然然なんとなくこう、はい、あこんなことやっ,てやってたんだみたいなのこね、こうちょこちょこっと、結構長いね、動画でしょ、6時間とかやってるでしょ、BGM 程度に、<laughs> うん、感じで、ちょっと見ていただけると嬉しいなと思います。いい 宇野対ラフスケッチ対 DJ、はい、ラフ対キャンバスの桃鉄対決 <laughs> ま,まだ桃鉄話まだ続いてんださすがにねそれはね <laughs> 悲しい人なんだよね<れ> <laughs> 結構かぶってるかってるんじゃないもう全部かぶってますね全被りですね, <laughs> <laughs> ね名義が置いてねそういうふうになっちゃう、ね そうそんなあありがとうございます、フォローありがとうございます、サブスクをすごくいただきまして、はいはいはい、なんかなりっぱなしの時間ありましたね、壊れたと思ったよ、壊れたと思100サブスクぐらい入ったねして、これ、100サブスクって俺、いまいちピンとこないんだけど、普通に起こることじゃないよね、1人1つのサブスクが、なんかエゴかかってない 気のせいですね、気のせいですね。で、普通ね、1人1回のサブスクが100ってどういうことって思っちゃいますけど、サブスクを分散することができるっていう、とんででもない機能すよね人にプレゼントするレゼントするね、できるんで、それを使ってくれて、本当にありがとうございます、そのおかで、またちょっとこう、スタンプのボックスが増えたっぽいので。 ス <laughs> スタタンンププ増えまますかそうスタンプまたちょっと増やしたいちょっとさすがに、あのー、次はさ他のなんか SHC メンバー1人ずつこうピックアップしない<ど>うそういうことじゃないですどうしましょうねまたちょっとスタンプ会議をまた次回にしましょう、うんうんうんまあんまなんか俺ばっかりでもねえと思うので。 スタンプ会議で、まあ個人的にちょっとピンときてるのは、ハードコアキックのスタンプがあるので、はい、スネアとかね、<laughs> スネアとか、ベースとか。はいはい、それはあのそれぞれ、あの波形だよね、確かに前。波形です、波形,で波形のスタンプ。波形を見て、なんだろう、この DTM やってる人ならわかるもんなのちなみに俺は全くわかりません。あれはなかなかわか,かりづらいと思いますよ。いやいやいや、はい、そういうわけで。あ SHC クルーの紹介ページをアップデートしてください。それはなかなか、むしろそんなページあったっけありますあります。ますどこにあんのえっと、<laughs> shc. なんちゃらかんちゃらで出てきますね。そうそうそう。SHC のあれだよね、ホームページなんかさ、はい、一時期すごい更新したけど、なんかそういう話聞かないなと思って。もうなんかちょっと、こう、<laughs> 飽きちゃったみたいな。落ち <laughs> <laughs> たかね。 あんあそうオッサがやってたね、うん、いや多分もう今はね、なんか、ツイッターとかでね、フェイスブックとかで、そういうので告知するのが多いから、ホームページを、ね、運用するっていう習慣がもうね、だいぶなくなってきてるよね。そうですね。お声がモニターされてる、おうんうん、どこだろう、これでどうです、うん、<い>あ、配信は大丈夫配信は大丈夫あ あれですね紹介ページのところにリコ猫を飼っているってそのままなんですねそして今ちょっとスタジオの方で音の具合がよろしくないので今チェックしてるところでございますはいはいあいいんですあいいですね戻りましたはい直りましたはい配信上では特に何も起こってスタジオの中でちょっと音が変だったっていうただそれだけですねはい BGM 小さめちょっとあのでも最近なんか小さめでやってるよねもちろんあげてもいいんじゃないかなって俺はいつも思うんだけども確かに まあそういうのはちょいちょいやってちょいですよウポポイに行ってきた話ウポポイに行きましたよちょっとね突然ですけどね突然ですけどもいやこれ本当にあのなんかいつもねよく飲むプリパラおじさんがいましてですねこのトークでもたまに出てくるね人がなんかねあの今ゴールデン今はもうやってないんだけどもゴールデンカムイ店がね8月半ばぐらい あるあるから行きましょうよみたいな感じでちょうどその週、なんかすげえ俺、労働時間短くて <laughs> あ全然行けるわって<ー>まあその週っていうか、もう最近ずっとそうなんだけどもう店が暇なもんだからそ、うん、まあまあ、な感じで行けるわっつってもう嫁もちょうどタイミング良かったから<ー>もう3人で行ってきたんですよね。じゃ っていうところで写真もいろいろ撮ってきたのでま、はい、まあそれを見ながら、えー、中田メタルトラベル編を今回はお届けしようかなと中田トラベルぽっぽい編、はい、<laughs> 中田トラベルぽっぽい編ですね <laughs> 白尾ですね、はい、あシャカボンさんこんばんはこんにちはこんにちはよいしょじゃあこんな感じではいタ、はい、ダ,ダン よっしょいこれいきなり一発目が指が映り込んじゃったやつですけど <laughs>。ごめんなさいね。結構俺指映しちゃうんだよね <laughs> あの。すげえ、いいとこ映ってないっすよね。たぶん鹿がいい。あと似たようなのがちょっと何枚かある。<laughs> いや、これまずですね、ウポポイの,うぽうぽのこの、まあ、入り口入って、ここから、あのー、なんつうのアイヌの世界をいざないますみたいな、こなんとかの道っていうね。というところで、これ中でさ、壁が、はい、まあ見た感じコンクリなんだけど、この、うん、なんていうのかな。え 絵を描いてるんじゃなくて、そのコンクリの色の違い、うん、なんていうのかな、<ー>薄さっていうのが、ちょっとどういう仕組みで作ってるのか分かんないけど、うん、そのコンクリの壁の中にもう、絵がこう、ね、こう刻み込まれてるような感じの、これがちょっとあと何枚か続きますねちょっとばばばっと。なんか結構、奥行きを感じる、そそうそう迷路みたいになってるう,ん、そう奥行きを感じるように、多分作ってるのよ、このなんちゅうの、<ー>色の濃さで。で、横にあのわらぶきの実とかもあったりして。 ところどころにちっちゃなスピーカーを置いてなんか自然の音が聞こえるようになってんだよね。うう川とか、えー、鳥の声とかでまあ、これがもう,もう中に入ったと。う,中うぽぽいの中ですか中ですね、もう建物の他にもう敷地がすごい広い公園みたいな感じになっててこういう池とか<ー>まあ多分ね、ねこの後ものぽぽいろいろのウポポイのな敷地内の自然の様子も多分写真に写し、うん、って。 残ってると思いますんで、ちょっといちょいとこうはい、はい、次の次のっていう白追は牛を食べたいですねっていう白追の牛もね、実は食べたんですよ、<ー>この後出ると思います,す、ね、けども、もうちょいとですね、でまあ、さっきと同じように、ま,あ、また若干指映ってますけど、まあ、これが結構、結構ね、歩いてる、あねまあ、そこそこの距離、迷路みたいな感じになって、うん、まあ一本道だから迷路じゃないんだけども、うん、っていうのがあったんですよ、これだけでちょっとテンション上がりますよね。いや でその、えーえー、絵の絵画の道を抜けてまず最初にですね博物館はなんか入場券とかいるんだけどその手前にねなんかもう喫茶店みたいなのが3つぐらいあって、うん、で、まあ、ベンチもこういう,ふうにいろいろお花とかもあって、うん、なんかちょっとしたくつろぎ空間になってるんだよね。なんか白いい恋人って書いて書あそそう,そうんの,あのカフェ的なそ、うん、そうそう<ー>ソフトクリームが食えたりとかそうカフェが23店あって。 もうそれだけ多分地元の人がもうそこでくつろいでるのかなっていうねそういうスペースでそういうパターンでそっからやっとなんかうぽぽい本本編みたいなこのまあ少し手前だけれどもこの奥の方がえっとまあいわゆる有料ゾーンっていうのが有料ン、有料入料入園入場料取らないとはいからないと入れないっていうところのまあ入り口のあたりですね屋根も。 いやそうそうなんか面白かったもう建物がねもうやっぱね新しい建物だからさこうすごい建築家に作ってもらったんじゃないな<ん>ちょっとアーティスティックな感じなんかただ建てただけって感じじゃないよ <laughs> まあそうだね <laughs> <laughs> 武骨な感じじゃないんだよねおしゃれでしたねまあこれでがこのウッポポイっていうねこのロゴみたいなのがあってここでうんうんここでこう写真撮れますよみたいなのができるわけですねでこれがえっと入場がなんかね そん俺らうん時期的な問題かもしれないけど時間制限みたいな時間制限っていうのかなあの、うん、時間を分けるように何時から入場ですみたいな帰る時間は割と緩かったんだけどもあの一気に入らないようにってことだと思うん。でそれで少し時間あったから、えっと、入場んとなんだ博,物博物館みたいなところの入場料がかかるところの横のこう、うん、自然ゾーンみたいなのも結構広くあって でまあ、こういうの、湖とかみたいなのとかもあって、横にもう無料で入れる、なんかね、いろいろまあ見学コーナーみたいな。なんか奥にいる人とかは、結構地元の人っぽくも見えますよね。まあ、どうだろうな、これはちょっとわかんないな、普通に観光客っぽいのがいっぱいいたので、うんうん、あで、これもう早速、ゴールデンカムイの方に先に行っちゃった感じですかね、<ー>こういうのがあ<ー>起こってて8月22までやってたんですね、22までって書いてる、うん。だからもう終わっちゃってるんだよね。<ー> これはに入るのもうちょい後かなあ、これはね、あのあれだ<ー>入場する前になんかお土産コーナーみたいなここは多分無料で入れるゾーンでーまあこういう風に漫画特集やっぱりゴールデンカムイからさ、うん、来てる人多いと思うからそりゃそうですよねあやっぱりそうだよね漫画から入りやすいよねって言ってーあの、まあ、ゴールデンカムイももちろんあるけれども他にもこれがちょっと気になったねなんか少女漫画っぽいやつだと思うんだけど2つの歌3つの物語っていう、ね、<laughs> なんか絵的にも まあ、俺、結構あの少女漫ンク好きなんで <laughs> あ、これ多分めっちゃ感動するやつだなと思ってあのメモ代わりに撮ったやつですね。でなそのあの神ア,イアイヌのなんかいろいろお話あるじゃないゴールデンカムイにもちょいちょい出てくる。多分あれをベースにして、まあ少しちょっと綺麗めに描いたような、今のこのねロマンス。 あふ<溢>れる <laughs> ね、うんうん、少女漫画的なタッチでこう書き直したみたいな感じだと思うんだよね、たぶねもう完結してるんですね、2018なんか二冊で、二、うん、冊でもまとまって出てるみたい<ー>うん、Amazon でちょっと見えたんだけどもサクッと見れる感じうん、いいなのでこれちょっと読めちゃうかないいですよこれめっちゃ気になるんですよす気になる、なにこれ <laughs> オキ、ダブ、アイヌ バンドみたこのときは、ね、いやどうすかなと思ってちょっと、このときは、ね、CD が買わなかったんだけども、かえって、ね、YouTube で調べたら、ね、ははめちゃめちゃいろんなの、<ー>ライブの映像もあるし、ビデオとかミュージックビデオも出てるし、これぜひあの,、ね、この放送終わった後、まあマリオカート終わったとか、どっかのタイミングで YouTube でぜひググってくださいダブアイヌ、大きいダブアイヌとか、うん、これでググればいっぱい出てきますんで。うん、愛がななければダブじゃない <laughs> なんじゃそりゃね <laughs> 感じだけども結構ね海外とかでもライブやってもう大受けしててさ<ー>すげえ面白いよい映像がいっぱい YouTube で見れるんででそこからもう、まあ、それでうわってなったらもう CD とかぜひね買って頂い,いたらいいんじゃないかなと思いますいいですね沖縄とかはなんか向こうの民族っぽいヒット曲とか、うんうんうん、ああそうだね、うん、ちってなかなかちょっと民族感そうだねあんましね,いいねこう全面に出してくる、ねうん、人たちはいないからまあ多分あ、うん、それをちょっと全 全体像で撮ったの結構、ね、長くやってるらっしゃるみたいだからね<ー>まあこれ全部がダブアイヌじゃなくてあの他にもなんかあのそのアイヌ文化を取り入れたことをやってる<ー>まあ音,楽音楽ゾーンですねこうお土産コーナーの一部ですね,すねうんそうそう結構いるんだわなんか老舗サークルぐらいのラインナップですよねあ <laughs> <laughs> そうだねあでゴールデンカムイのグッズもありましたね<ー>やっぱりそしてこれはあのーあ あれだどこだっけカラフトに行ってさ、スチェンカっていう殴り合いした時のさ、が、はい、<laughs> アクリルスタンドになってて <laughs>、何これ、めっちゃ面白いと思って、写真撮ったやつね。ゴールデンカムイのグッズは、すげえな。あるんですよ、もうここだけアニメートみたいな感じになっちゃってるさ、ね、<laughs> <laughs> なんか、ウポポイこんな感じなんだって、結構ね、こういう,うに風にも、とこにもね、まあ、ちょうど展示やってるからっていうのもあるんだけども、こういう感じで展開するんだなっていう。 そして外に出て、ですねこれちょっとあのこの写真じゃ分かりづらいんだけど、この真ん中に葉っぱの塊あるじゃん、これが、ですねおそらく、これウポポイに夜の7時になったらプロジェクションマッピングをやるんですよへ<ー>。ちょっとね、俺らはスケジュール的に夜7時は無理だってことで見れなかったんだけど、もおそらくこれこの葉っぱの中にプロジェクションマッピングのこの機械があるんじゃないか、こう投影するための。っていう だからその自然がいっぱいある中にこううまいこと葉っぱで隠して、ね、<いや> <laughs> 出るっていうのが面白いなって思って撮ったやつですね。は<ー>はい、でこれは野外ステージですね、いわゆる。おすごいで、ここではね多分ここはちょうど俺らが行ったタイミングでは、うん、ここじゃなんかなんか別他にもねなんか似たようなちっちゃいステージが何個かあって。うん ここでね、なんかやってるとこは、あんまチラッとしか見えなかったんよね、確か。結構、あれなんですね、あのうん、雨降ったら、あ雨降ったら、これはちょっとアウトじゃないかな。<laughs> いやなんかこう規模的にさ、ちょっとローカルアイドルとか出そうだなと思って、えー、ウポポイガールズみたいな、まあ、実際 <laughs>、ガールズみたいなね <laughs>、まあ、実際、のこのあとね、ちょっと写真出るかな、アイヌのさ、女性たちのこの歌と踊りみたいなのもね、ありますのでね、ちょっとあとで紹介できるといいなと。で、これはちょっとあんまりしく分かんないんだけども、なんかこのアイヌ文化に関わった、で、なんかこれ、ちょっとね、文字読みづらいと思うけど、なんかロシア皇帝の、 暗殺にも関わったみたいなことが確か書いてたと思うんだよな、書いてないかなこと。書いてそんな物騒なこと書いてないが。<laughs> ポーランドの<あ>ルケーシャあ、ルケーシャだから、うん、たそのなんかやらかしてんだよ。これ、あのゴールデンカムイでそんなような、いるあのあれだ、お父さんだ、あのアシリパのお父さん、そんな感じじゃなかったっけみたいな。た <laughs>、はあ、多分ここら辺元なんじゃないっていう。はあ、そういういこと、うん いやこ、この人がアシュリパの親父とは言わないけど言わないけど、そのモデルとしてインンスピレーションとして、うんでうん、多分そうなんじゃないの<ー>っていうので一応写真撮ったやつですね。へーおーでこれはまだ博物館の方じゃなくてよその横にこれも、ね、多分無料で行けると思うんだけどなんかまあ、見たの通り工房ってなってこの中であまずここその工房の入り口の横にもう船がねドーンって<ー>これ船ですね。あーあれだ、奥にあるやつだ、うん なんかもうドーンってもうこれもかっこいいなっていう入る前から結構盛りだくさんですねそうそうそうもう全然無料ゾーンでもうお腹いっぱいぐらいな感じですねここもでこれがこの工房の中に入ってこの木彫りのクマみたいのとあとあれだねアイヌの民族のねあれアットゥシとかいうやつでしょこれ<ー>みたいなのがもうこれこれこ,の,この後も多分出てくるかなもっといっぱいいろんな種類が出てきてこういうふうにいろいろまあうん飾ってあるんですよこの絨毯みたいなのとかね これ、これ有料じゃなくて大丈夫なんですね。ここは確か有料じゃないはず。いやもしかしたらあのゲートくぐった後だったから、ちょっとあの広くてよく分かんなくなっちゃってさ、<laughs> なんか行ったり来たりしたから、どこが有料でどこが無料かちょっと忘れちゃったけど、またその博物館本編とは違うところに何個かさ、建物があるから、でなんかこういう工房の様子も見れて <laughs>、これはオリジナルキャラですね <laughs>。これ,はこれはね、トゥレッポンって名前で、ちょっとねあのま、またこの。 アイヌ号が元だだと思うんだけどもね、はあ、こいつがもうそこら中にいますね。そしてむっくりっていうね、あの口で音鳴らすあの楽器を持ってるっていうのは。のポインのやつだ。うん、ワイン、ワイン、ワインってなるやつね。そうそうで、これが、まあ、その、何だろうな、まあ、材料がいろいろあるなっていうのを見てたところですね。で、これはこういう道具を作ってっていうのを、まあ。実際にね。 さっきのあの服のすごいかっこいいやさらにかっこいい別のデザインの、ねうん、強いやつですね強い <laughs> 守備力高そうな高いやつ上がるやつだ <laughs> そうそうそうこういうのが飾ってあって<ー>でこのちょっと横にちょうどなんかあのまあお,おそらくそのウポポイの関係者の方だと思うんだけどな座ってなんか他の観光客さんとあのいろいろねお話をしててだから多分ちょうどねその時はその観光客の人がすごい話し込んでたから、うん、俺らはちょっと話すことできなかったんだけども多分ねなんかこう 暇そうときに行ったら、いろいろこれはこれでっていう説明をされるんじゃないかなと思いますね。<ー>まきり<ー>まきりも出てきましたね。焦がったなみたいなやつですね。ゴールデンカムイリもよく出てくる。っていうのがいろいろ置いてあって<お>、<laughs> あしかも<お>、で、まあ普通、アイヌのね、そいろんなのあるんだけど <laughs>、自動販売機とかを多分これ、アイヌ語でに訳してるってことだよね。トイレとかも似たような感じで。 そのやっぱり近代的な建物だからちゃんと近代の設備があってそれをこうアイヌ語で書いてるのすごい面白いなと思って「異クスオパイ、うん」ちょっと読み方ね <laughs> 発音全然分かんないですけどちっちゃい字とかもちょっと分かんないですそうそうアイヌ語ねなんかそういうのが出てくるからちょっとそこをまずねあのアイヌ語講座みたいのはちょっと見ることができなかったので<ー>もしかしたらやってると思う多分タイミング的にうまければでこれあれですねあの ゴールデンカムイでも出てきた、うん、あの魚の皮の靴<ー>ちょっとこれ画像が荒くて変な感じになっちゃってるけどもいやーこれあマジ皮だねこれみたいなだちょっとね映り悪いけどもいや鱗うろ、ん、こありますよねありますよねこれ 絶対美味しいやつだよねというかさやう <laughs> 酒飲みやすさ絶対つまみにしちゃうからな<う> <laughs> んでこれで靴作ろうと思ったんだろうねみたいなことを話しながらさチップスにした方がうまいのに <laughs> う,絶対うまいあるよね <laughs> 酒革チップスねこれがまあ外出てまあなんかベンチもいっぱいあって湖のところでさ、うん、すげえ気持ちよさそうじゃんっていうスペースがねあるから本当ここは多分ね普通に 無料ゾーンかかななか全体的に開放感が、ねうんうん、そう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 。でこれがね、ちょっとこの写真じゃ分かりづらいと思うんだけども、この次の写真でね説明が出てると思うんだよね。こういうふうに、アットシは、えー、なんか池につけて、うん、柔らかくしている。ポンって、<laughs> これがさっきのト <laughs> レポンの語尾が、こう語尾はポンなんだっていうのと <laughs> <ー>、<laughs> まあそれは別にどうでもいいよね。アットシっていうね、この服は。 なんだろうねあのー、まあどういうこと詳しい過程はちょっと見てないんだけどもまあつくこうなんだ編み込んだ後で池につけて柔らかくしているがこんのこれなんだっていう,こう実演してるわけですよああ大変ぽんねー<笑><笑>っ,ちゃった <laughs> ただねあのめっちゃブロック石が置いてあるのが、ね、ちょっと面白かったんだよねああいうのないだろうって思いながら確かにね <laughs> ブロックの思って、ね、でうん でこの写真はあれですね、これも、まあ、図書館みたいなところがあるんですよ。な、うんか、おいてしいポン。<ん><笑><笑>ね、<laughs> 早速、ポンがもうだいぶ <laughs> 馴染んできましたね。<laughs> この絵はなんかねこういう形のさ、なんかおしゃれな棚だなと思って。<laughs> うん、で、ここにですね、もうおおむねアイヌに関するアイヌだとか、あと、いろんなこの世界中の民族学みたいな、<laughs> 結構広範囲にな書,書籍がですね、まあ、漫画とかもあるだろうあったし。 あとゴールデンカムイの英語版とかもあったね、確か。へー、ローカライズ版とかもあって、まあまあまあ、まあ、うん、そう、ウポポイならではの、この、なん抑え方っていうのかな。いいアイヌだけに限らず、いろんな歴史、民族とかの歴史を学べるような。変本大のポの <laughs> あ、本当は気づかはは、<laughs> 今気づいた。<laughs> <laughs> そうですねあのやっぱあの感染症対策ですよねみんなが立ち読みとかしてそのまま戻しちゃうと感染症的にまずいから、えー、1回フンポン台に置いてこう消毒してから戻しますこっちへ戻しますみたいなそういうことですねとかなんとかやってようやくゴールデンカムイの展示本編に入るところですね<あ>これが多分あだ第 2>, 第2回って書いてある<ー><ー>あそれも気づいてませんでしたおじゃあ <laughs> でもどうなんだろうねうのな,なんか特別展が第2回で 2> ゴールデン1回目に何か別のをやってって意味かもしれないね、ちょっとそれは調べないと分かんない。トウラのアプカシアン。<laughs> ちょっと弾も分かんないですけど、<laughs> まあ、ゴールデンカムイテンですってみんな言ってると思います。<laughs> マリトッツォみたいな感じですよね、なんかねこの。マリトッツとか。<laughs> <laughs> うん、で、えーまあ、これはご、まあご挨拶を一応取っておきましたっていうね。うんまあ、これはちょっと画像だと,ちょっと読みづらいと思うので、まあ、飛ばしちゃってもいいと思いますけどね。はいはい で入ったらいきなり白石なんですよ <laughs>、いきなり白石かよって、ちょっとこう、笑かす感じな,なんか、つかみって感じしますうまずはちょっとこうね、気楽に見てくださいって意味なのか、何かは分かんないけどああ、ちょっとね、ピリッとしますからね、うん、そうそうそう、内容は重いからね、やっぱね、本編はね、やっぱポジションいいですよね、ちょうどいいよねうん、うん、結構ね、ここの入り口だけじゃなくて、結構ね、ところどころね、白石で笑かしに来るみたいなのが、ね、あ,<ー>ありましたねありがたいですね。<laughs> 入ったらいきなりね、ドーンって俺は不味身の杉本が、こう、天井からね、こう、下がってるんですよ、この、でかい横断幕みたいなのが、ね。そして、このキャラクターのこのね、なんちゅうの柱みたいのがね、これ今、杉本さんだけど、もう、そこの奥行ったら、もう、大体主要キャラ全員分いますね<ー>。多分この後、バンバンいろいろ画像が出てくると思いますんで。椎川店だったら、ここ、なんとかなれって書いてある <laughs> そうまあそういうことですか。<laughs> えっと、最初にあれですね、あ,あれですこれが来たかな。 ああのあれアシリパちゃんがあのあれ窓の外からこうこのこいつを出してすごい声でなんか子供を驚かせるみたいなやつあったじゃんあったで杉本さんがそれ真似しようとしたけどなんかうまくできなかったみたいな <laughs> とア,なアニメ版だとこうスルーされちゃうやつですねああ確かにうんされたね<か> <laughs> いやでもあの話結構好きだったからさあ現物だと思ってまあただねあのこの 赤やけにこの赤いに明るい色のテープついててこれは当時からなのかそれとも現代のやつでこういう色になっちゃったのかっていうのはちょっと思ったけどもまあその現物が展示してあるっていうのはね現物らしきものがね展示してあるっていうのはまず面白いなって思ったやつえこれ秋サラリーですねこれが名前のメモったやつですねこれあったぶんアシリパちゃんのバンダナじゃないこれっておお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 お 使用キャラがねちょっと奥に他のキャラもいるし、うん、これと見比べてさちょっと前の画像と見比べてあこれ足シバちゃんのと大体同じじゃないみたいな <laughs> ちょっと模様違うかなっていうの,あの、うん、楽しみ方ができるんですよ多分他のキャラももう大体そんな感じで展示されててすごい面白かったですねかこれいいペカンペね俺、あのー、結構これ話してたあ,、はいはい、あのあれ こうあね、確かトニアンジのところじゃないかなあの盲目のさ目見えない連中と家の中で戦った時ににシリパちゃんがこう<ー>床に巻いたやつ<ー>なんとなく思えててペカンペだみたいな <laughs> ああこ,これ踏んだらまきびしでこれ踏んだら痛えわなってな,りすなるがつかこう現物置いてあってさなんか思ったより、うん、鋭利ですね鋭利 <laughs> というかいやそりゃまきびしだよねこれってね <laughs> こんなん <laughs> これは見たくない、うんうん、まあこういうのがで、うん、これプクッサーっていうこれもあの料理パートでよく出てきたなと思ってあこれを取ってたんだっていうねこういうのを展示してくれるのはやっぱ朝なうまいなってゴールデンカムイ店だなってね来たなって感じですよねなんかでも業者ーザニンニク展示されてるの、うん、不思議な感じします、ね、<laughs> いや <laughs> そうなだね <laughs> 普通に食べ物だからそうそうそう 日常的に食べますよねまあそうだね結構あのこの現物がね出てくることはそうそうないけども餃子ニンニクなんちゃらみたいなねつくねとかそういうのはありますよねこれはこれ白っカかイ俺が一番好きなあのあれですね名前忘れちゃったあのインカラマインカラマ一番好きって言ってた最近出てこないからさインカラマの占いのさ 占いで使うやつ。あ<ー>あ。うん、ああ、と思って、これかーって。これ、でも、どうやって、どうやって占うの、裏なんだみたいな。感じになっちゃうけどね、これ現物見ても。何が何だか、わかんないですからね。<laughs> っていうね、いうので、ここら辺がね、ちょっとこれ、画像じゃ分かりづらいと思うけども、もあの。確か、結構歴史。の話になってるんだよね。多分、カラフトの方かとか。<ー>いや、軍隊の方だった、日本軍の。うん、あ、日露戦争とか。のあたりかな、多分。 そういういねあのー、漫画の話だけじゃなくて歴史の話とかも結構のパ、うん、うーんと展示もいろいろあってちゃんとこうこういうのは、うん、本当にあったことはこういう感じだようでね、あのたぶんこれこの横にね、あのー、漫画の原画を複製原画みたいなのが横に置いてあってでもこの複製原画はあんま写真撮らないでくださいねみたいな, <laughs> なるう撮ると何<な>かとまずいから。う まあなるべく俺も映んないようにこう多分みんなそういう風に撮ってたと思うんだけどだからねまあ今、画像には映ってないけどこの歴史上の資料の横に漫画の複製原画があってこれに関係するページが描かれて置いてあってこれうまいよねってだから漫画のあのシーンを思い出しながら歴史のあこういう本物の,この資料をねこう眺めてあ勉強にもなるし。 漫画の色に理解も深まるみたいな。ゴールデンカムイ様々ですね。すごい、うまい展示でしたね。真ん中のまあいろんなキャラがバーってね、6中ぐらい、すごいかっこいい。あ、かんさん、やっぱかっこいいよねってね。ちょっとこの辺はバンバン飛ばしていただける。あ、で、これがですね、ちょっと囚人服ですね。ちょっと見づらいんですけど、これ多分次の画像で、これの全体像が。これ囚人服と、あとあれかな。あの網走監獄の軍服。 ただこれ、修平服っつっても、ずいぶん明るい色になってるから、ね<う>、最近作ったやつです,ね <laughs> ですよねっていう、<laughs> なんでこんな明るい色になっちゃったんだろうっていう、<laughs> まあ、ちょっと気になったけども、まあ、なんつうか、ああ<ー>、まあ、こういうの着てたんだよ的なね。でも、ある意味、あれなんじゃないですか、うん、最近作ったやつ言いましたけども、うん、逃げた時にかかかりやすいから明るるくしてるとかはああ、うんうん、ありそうだね。そ,<う>その辺の解説は多分なかったと思うんだよな。 何でこんな悪いんだろうねってなんか文句し文か句言ってなかったような気するんだけど <laughs> <laughs> あ近橋もいるんだよ。4キャラの中にまあ確かに結構ね活躍したけどね、カラフト編でね。こいつもいいの面白いな。<laughs> で、これがですね、いろんなさ歴史的な展示の中にこれ、やんじゃんなんですよ。これね確かにカラフトの話をし,してるコーナーで <laughs> そのーカラフトの移住を説明する。結構歴史的にリアルな パートを解説してるんだけども、やんじゃんなんだよね、これなんせねこの本が。うん、やんじゃんがこういう展示に置いてあるっていうのがちょっと面白いなと思って。そうですね、なんかカラーページもうっすら見えます、ね、<laughs> だ多分これ、表紙のとこ行ったらグラビアでしょって出てくるんでしょって。<人は> <laughs> <laughs> すげえ面白いと思って。<laughs> っていうやつまあ、これがその、はい、ちょっとこれは見づらいけども、まあ、うん。 このやんちゃんが置いてあるところどういうコーナーなのかなっていうのをメモ代わりに画像に撮っただけですこういうのもあれなんですね、うん、アイヌの言葉でそうそうアイヌ語と英語と中国語かな<は>、うんまあ、だからやっぱり海外の観光客をこうね迎える体制が整ってるんだなっていう感じですねでこれがアイヌのなんつったんや何かあのアザラシかなんかの毛皮の服ですごいかっこよくてアザラシっぽうんアザラシか これは本物だなっていうまあその辺りのコーナーですね手袋とかも2部譜2部2部っていうのをちょっとメモりたくて撮った画像ですねかっこいいと思ってでそれのうんそれの解説ですね金カも今めちゃくちゃ面白いですオスさん面白いですなんか最新話がねなんかあのネットのやんちゃんかなんかで無料で見れるらしいです俺はちょっとあの単行本待ちするタイプなんだけども 僕はもう完結するまでちょっとアニメを切ってああなるほどなるほどでこれはですねあのゴレンガーミーのグッズが置いてあるところでこれ,はこれさ左あの下の,これは何のクソコラシールが偉そうにさ展示の中にクソコラシールあるのめっちゃ面白いと思って <laughs> クソって書いちゃダメでしょクソって書いちゃってるからね <laughs> すごいなせめておそまコラシールとかにしてほかったか <laughs> <laughs> 同じ言ってること同じだけどね <laughs> まあグッズがこう展示されてる<ー>、まあちっちゃいコーナーですね。クソコラがただ面白かったっていう、そういうやつね。あ、これあれですね。<お>あのー、おアシリパちゃんがこのさ、杉本とかを殴ったり、うん、ストゥーですね、確か。正細胞。正 <laughs> 細胞はむやみに使ってはならないっていうさ、こう、注意書きが出た後で、アシリパちゃんめっちゃ杉本とか誰か殴ってたんだよね。<laughs> あれ面白かったなって思って。めちゃくちゃ痛そうじゃないですか <laughs> ね<ー>。ねえ。 これは嫌だよねっていうのが現物らしきものがレプリカでだろうけど<や>まあ、うん、そういうのが置いてあるこの囲炉裏っていうかその多分アイヌのち、うん、知性だっけあの,あのあれの中ですね家のこういうイメージででこう、まあ、休憩コーナーっていう感じではないんだけどまあ展示があったっていうね、うん、やつですねでこれあれシリ監獄のあの連中がえらいこうバシッと決まってか <laughs> っこいい。<laughs> <laughs> いいですねうんめっちゃあの勃起のおじさんがね交換握ってんのがね <laughs> 面白いなとかしかもねすごい結構固めの展示がこうね続いた後でドーンってこのね網走監獄連中が出てきて、うん、これ面白いなかこいつら変態ばっかりだぞって思いながら <laughs> やなんかさっきの囚人服と全く同じですね、うん、<laughs> まあそうだよね色,だ色はねこれ白黒だからか色は分かんないけどもちょっと明るい色だったのかなっていうねすごいな ああい,い,いいねねな、うん、なんかカラーになりますこれ、あれですね、今の二瓶さんですよね、確かに、の持ってる村田銃です、ね、村でおお。かっけーと思って、これが一発あの、ね、これちょうどね、この横に置いてある複製原画が二瓶さんの、あのあれ、一発で仕留めなきゃ、はい、な,なんたらみたいな、ね、すごいかっこいいセリフが載ってる、ね、原画が置いてあって、うん、ちょっとテンション上がったんだよね、ここはねなんか思ったよりシンプルですね、やっぱねねまあそうだだよよ単発なんだよね。 単発っってのがかっこいいよねで、これはもう出口付近ですね。あの野田先生の揮師ですね。実筆ですよね。<ー>これはきっと。あ、6月に来てたんですね。うんうんうん。これはさすがに撮っとおうっつって。まあ、これも、えー、これはもう出たところかな、うんうん。こういう感じで、あの、なんちゅうのここ,にここは入り口だね。うん、これの横が。はいはい、っていうのをメモったで、こういうふうになんか、あのね、<ー>普通の入場とは別に、こういう、うん、ゴールデンカムイはまた。 特別展でそのちょっと別料金なんか300円ぐらいだったと思うんだけども別料金ちょっと取られちゃうっていうこういう風になってましたよっていうちょっともう天井終わっちゃったからうんまあ一応あの記録として撮った写真ですねでこれがですねもうこっからはあのゴールデンカムイとは違うウポううっ,っぽいの常設展示ですね多分ここの中はほとんど変わらないのちょっとなんか空港みたいでさめっちゃかっこいいと思って まあただね、この時はもうゴールデンカムイの展示見終わった後で、うんうん、ちょっとね、まあ、かなりの量だったからね、全部ちゃんと見るのはちょっとしんどくて、画像もそんな残ってないと思うんだけど、まあ何枚かちょっと気になるのを撮りまして。こ,いいこれね、こ,いいこれかっこいいよね。うん、すげえかっこいいと思って撮ったやつですね。武士感ありますね。<laughs> んねここら辺、あ,あで、これですね。<ー> <laughs> これ、あのレプリカですね。あの <laughs> 食,べ食事のね、<laughs> <laughs> めっちゃ、レプリカの、うまくできてるレプリカだと思って <laughs>、面白くて撮っちゃった。 すすごいでねこの仕事した人もアイヌの料理作るとは思わなかったでしょうね米とかはねなんか昔のファミレスであったようなああんか懐かしいなって感じだよねオハウとかもねあとはこういう汁物ですねオハウの作り方のビデオとかもね確かこの近くにあったね面白かった要は煮物だよねって思いながらまずね でここら辺はねえっともう結構ね横長でその北海道のアイヌがおそらくまあ最初に移住して記録が残ってる古いところからもジュングリジュングリアイヌと日本のこのいろんなやり取りだいたいアイヌがもうひどいことされてんのよもうギュっとしてますねうん が、もうザーっと、ここら辺はもうすごい、すごい硬い。す,いすげえ文字情報だ、ね。うん、すげえな、これ。これ全部読むのはね、本当に、あの、マジのガチガチの歴史の勉強だね。うん、そうですね。そうなりますよね。うん、だから、だから、ちょっと、まあ、<laughs> あ、あんまり全部取るのはしんどいなと思って、えっ <laughs>、うん、と、その横すっと抜けて。うん、<laughs> これ、あれですね、トンコリアさっきのね、おき、おきダブアイヌバンドの。おき<ー>さんが使ってる現物かどうかわかんないけど、あのー。 まあ、あの人そのとんこりをどうもこうエレキっぽくやっ,てやってるらしいんですよエフェクトつながってるそうそうそう,そうまあそのだからライブでやるときのこんな感じだよっていうのを展示してるってことだと思う多分。いやかっこいいっすよねなんかこういう歴史的なものと最近のハイブリッドみたいなそうそこがね多分この大きいダブアイヌバンドのねいいところなんだろうなって <laughs> いろいろねツアーがうんツア,ツアーってこれもう終わっちゃったやつね札幌クラップスでやってたらしいホントだそして旭川で閉めるんですねそうそうそう,そうーいいなーと思って、ね、ちょっと撮っときましたねこれは <laughs> でこれはねその横のなんか多分子供が遊ぶスペースかなちょっとこの時はやっぱまあコロナ禍のせいだと思うんだけども、あのー、ちょっとあのなんつのこうロープで区切られてて入らなかったんだけどもそうそうん多分本当はここであの子供たちがこういろいろ 遊んだり、ね、うんうん、調べ物とかもできるようになってるスペースなんじゃないかなっていうところですね。これはですね、アイヌ語ポケット版辞書。辞書うん。<お>これしかも紙もめちゃくちゃ古いから、おそ<あ>らくその何時代か分かんないけど、昔の日本人、まあ、馬人とアイヌとの,この,なんつのこの交易とかの時にこれを使ってたのかなって思うと、ちょっと面白くて撮りましたね。というか、本当にカタカナなんですね。 言った言葉をカタカタナにしてこうねあのまあ本土の本,本土 <laughs> その東京とかの言葉とこう照らし合わせてみたいなことなんじゃないですかね、うん、すこういうねこれ,、うん、これ面白いな、うん、これもねしかもポケット版っていうのがさポケットに入るのよ、うん、ポケットに入れてこう見ながら多分そのね交易をしてたんじゃないかなって思うとちょっと面白くていいいみたなあで、えー、まあ そ,ろそろ飯食うべってなってひんなひんなキッチンっていうのがあるんですよ <laughs> ひんなひんなキッチンじゃないですか <laughs> でしかも縁なんですよ縁じゃないですか, <laughs> か多分残ぶザンギとかもあったからおそらく縁のザンギとかあるんだろうなってでこんな中であのまあーザニンニクラーメンだとかあと白追牛がこのあとねすげ出てくるはずなので結構ひんなしてますね <laughs> ひんなひんなしましたね <laughs> 餃子にんにくやっぱねにに押してましたね餃子にんにく山菜そばうんそうそうこれねどれに <laughs> これ多分あのちょうど餃子にんにくのところが映ったからっていう <laughs> まあ他にもいろいろありましたけどもすごいうんやっぱ餃子にんにくだろうなってでこれがねあのまあ野外席ですねあのフードコートみたいなあのね普通のフードコートみたいな感じのところとレストランっぽいところと2種類あってーフードコートの方が気楽でいいよねっていう感じでこっち来たんです<お>でこれがこれ,がこれ白尾牛です 白追牛,牛のカレーですカレーだ、はい、も,うカレーも当然美味しかったしやっぱね白追牛あねすごいこう力強かったいやだってすちょっとだってね、うん、ちょっとレアで,でレアでいやめちゃめちゃうまかったっすでこれちょっとねあと、あのー、ラーメンとかね1000円でお釣りくるぐらいだったんだけどこれ2000円ぐらいしましたね1キュッパだったかな ちょっと迷ったけど、ちょっと迷ったけど、ここはちょっと白い牛食っときたいなと思いまして、いっちゃいました。いやー、勝ちありましたね。めちゃめちゃ美味しかったです。多分同じ立場だったら同じ選択をしてるといや、なってる多分ね、そうだよね。これは、これ行くしかないでしょって思って。まあ、で、これがですね、これは鹿肉ですね。鹿肉の串とニンにんにくが乗ってるうどんですね。 え鹿肉美味しかったでしかもやっぱあがあ合う意外とう合うんだってその鹿肉の串がさあの汁物の上にのってるってなかなかないと思うんだけど <laughs> しかも餃子にんにくでそうそうそう,そうすごい臭そうな組み合わせですけど、うん、あ全然臭くなかったねへえ<ー>、うん、これはあまあ嫁がこれを頼んだんだけどもいい、うん、でまあ飯食ってまあちょっと、うん、自然が綺麗だなって、うん、もうここからね結構日差しが強くてまあこの日ちょっと暑かった まあ白いが多分札幌よりも暑いっていうね感じだったと思うんですけどもねそ湖敷地内ですねでかい湖があってうわめっちゃ気持ちいいと思って撮ったやつですねでこれが奥の方のあれですね家ですね家っぽいですね家っぽい家っぽい何でしたっけこのの語尾ポンかポンかなテレポンね が奥の方にこれ中に入れるやつとなんかそれぞれでなんかねねあああこれあれですねあの熊入れるやつあったじゃないですかゴールドカであれだっていうこれ熊いたんだよねこんな中ってうんであこれは歌と踊りのの,あのまあこれはまたさっきのでステージとはまた違う横の方にちょっとちっちゃいやつなんだけどもまあ そこでこう見せてくれたっていうやつですね。伝統的なやつですよね。はいはいはい。伝統芸能みたいなね。あ<れ>まあこれも同じですね。結構激しい。うん、結構そうだね。踊りだからね。結構激しい。う。うん。がっつり動いてたね。これなんか、なんかね。なんかね、武器みたいの持ってこう踊ってる。剣の舞みたいな。おーおーなんか、持ってうん。か。あ、枝だった。うん、普通に枝だった。間かん。<laughs> <laughs> あこっ,ちの方こっちはなんか喧嘩なんか持ってね,<ー>ねこのて輪になってねいろいろ歌いながら踊りながらみたいなであこれはなんかそのさっきの家の1つでなんか休憩所みたいな感じで床はめっちゃフローリングで電気とかもついてるからそのいわゆるそのまあ、歴史的なのあのー、そのまま再現したっていうよりは、うん、本当それ風の休憩場所みたいなそうですよ、ね、うん、そういう感じですね耐震とかも考えられた <laughs> 多分そういうことですね。<laughs> 天井も高いのもか理由があるって言ったな。電気とかもついてて、これはあくまで現代的な休憩休憩所ですよみたいな。Wi-Fi も確か取ってる。Wi-Fi てた。いいな。フリー Wi-Fi。で、また外で、これあれですね。仕掛け弓ですね。仕掛け弓。仕掛け弓あれあのゴールデンカミリも出てきた、このあれ谷垣が確か足打たれたやつじゃなかったっけみたいな。 あれの仕組みを結構丁寧に説明してくれる回があってへえ<ー>、うん、面白かった <laughs> すごい面白かった<ー>ここがこうここが引っ張られるからこうなるんですよみたいなそういうのを説明してくれるやつアニメだとね一瞬でパッそうそうそううんうう細,か細かい仕組みはね,ね見れないからそういうのあでその横で 木が、ね、結構その湖の近くまで行けるところがあって船が置いててさ、はあ、で俺らが行った時はやってなかったんだけどもなんかおそらくこの木をつ木ってい船を作るかなんかのか体験いや船を作るまではいかないかなさすがにまあなんかんなんど,どういう仕組みになってるかみたいなのもやってたんじゃないみたいな,なんか椅子かなんか置いてあったんだよね<ー>ここでそういうのやってそうだよねみたいなところだったね 何でだろうねでも大体見終わって一番最初に出てきた喫茶店で嫁がアイスを買ったところですねこれは特にこれは別に特にウポポイがどうとかそういうのではなく普通になんかフレークではないですね何乗ってたかはちょっと忘れたけどなんとかソフトですねでこれですねもうウポポイ出ちゃった後なんですけどこれこっからウポポイと全然関係ないんだけども ウぼぼイ出てすぐのところにセブンイレブンなんだけども白黒なんですよ。黒い,黒いっすね,ねこれがそのなんかすごい面白くねっつって<な> <laughs> っあるんですか、こんな景観そうそうを損ねないあやっぱりそういう意味ですか、うん、なのかなって思いながら面白くて撮ったやつですねへ<ー>えー、こんなのあるんだっ,つってここの、ね、上のあのねカラフルなあのセブンイレブン白黒で面白いって。 ってたやつですなんかこっちの方が僕は好きだなねなんかこれはこれでんかねシックな感じでいいよねってねんか特に意味もなくね白黒セブン置いてほしいよねってちょっと思いもよ白黒セ白黒っていい白黒セブン置いてるんか白黒セブンって相性がんかちょっと言いやすい言いやすいまあそういうやつですねウポポイとは全然関係ないですねまあでもウポポイの景観を大事にするっていう意味でってことなのどうなのっていうね すぐ近くにあったセブンだったんでガンガンなんかあれですね旗とかはカラーなんですねそうそうそうそこは無理うこれはね札幌に帰ってきてお疲れ様でしたってあのあのこの今日の締のでの今日のこの話の締めるための一枚画像をちょっと撮ってあの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 ンのあ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 のいのあのあのあとあの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 のあの そういういわけでちょうどお尺、もう大体収まったんじゃないですかという具合でございます。大体、ウポポイのことがちょっとゴールデンカイの、ね、話が多くなっちゃったけども、うんまあ、今、ゴールデンカイやってないときだったらもっとあの本編、なんつうの、うん、と元からあるその展示がメインになると思うから、もっとあの結構社会見学よりみたいな感じにはなるけども、まあ、敷地とかも広くて散歩するだけでも楽しいからね、なんとなく遊びに行ける人はね。 行ったら面白いんじゃないかなってい、ね。アクセスっていいんでしたっけ？うんとね、おお俺うちはねあのー、そのまあレンタカーをね借りて、うんえー、行ったんで、えー、っとなんだろう電車からのアクセスまあそこそこ歩くっぽいんだけども白尾駅からまで電車で行けばまあ行けるらしいのでそれはちょっとおおあのまあ多分ね車で行く人が多いと思うあの駐車場もめちゃくちゃ広かったからおいおいおい。車だと何分ぐらいな？札幌からどんぐらいだっけあの 1>, 1時間、2時間かかんないぐらい、<あ> 1>, 1時間半ぐらいかな。両親的,的、両親的。まあ、そんな遠くない、ななんたボケと、俺は基本的に後部座席になってる、うん、俺とね嫁はねボケとしてる人たちなので、大体90分から2時間は、まあ、近い。まあ、行けるよね、<laughs> 日,帰 <り S 1> 日帰りで。朝の、えーとまあ、9時半ぐらいに迎えに来てくれて、うん、うん午前中に着いて、だから。 で帰りもまあ夕方ぐらい適当な時間にまあ日くれる前に帰ろうやみたいな感じだった。いやなんなら飯がうまそうだったな、ね、<laughs> シナウイ牛は、ね、やあれはうまかったですねじゃああれフードコートの方だからもう一つのなんかレストランみたいなところでは結構コース料理みたいな感じでオハウとか食べられるらしいんですね、えー、なんとかオハウ的な結構多分そっちに行く人も多いっぽくて 結構揺らぐな、ね、<laughs> そうだね両方行くのはなかなかきついと思うから、うん、何人かで行ってこううまいことシェアできるとそれでいいかもしれないけどねまああとは一泊二日コースとか、ね、<laughs> そうだね一 <laughs> 泊二日でねウポポいとなるとねマジであの歴史のお勉強になるけどねまあまあまあ,あでもちょっと行ってみたい、うん、まあそういう感じでしたねたいはいあちょっとはいあ,あの 本州の方とかは今難しいと思いますけどなんかいろいろ落ち着いたらでもねんか童王のあたりなんかまあ知らないね割と行きやすいけどなかなか行く機会がねつかめないって人はねちょっとこれをこれを見て何となくこう検討していただけるといいなと思いますね若干ね近くて遠い感はありますそうですねはいというわけでちょうどいい感じの時間になったので今日は特に何も紹介せずこのままええ ゲームチャンネルでマリオカートをやっているので、ぜひ、この後はマリオカート、飲酒をしておりますので、ちょっと最後の画像からの飲酒マリオカートで、ちょうどいいですね。飲酒マリカをちょっとね、今、コメント欄にもいます、オッサと、それから AK さんと、ガチガチに喧嘩をしようと思いますので、お楽しみにというか、いや、怖いですね、マリオカート、結構妨害しだよね、あれ、基本的にね。 そういうわけで、はい、ええー、また次回はええー、二週間後の放送の予定でございます。<い>そういうわけでラフスケッチとなんとメタルでした。ありがとうございました。また再来週。よいしょ。はい、語られることのない物語を静かに悟す旋律。カルミナ。 thank we'll you